福岡県で昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに280人確認されました。前の週の同じ曜日を7日連続で下回っています。福岡県によりますと、新規感染者の内訳は福岡市で87人、北九州市で69人、久留米市で22人、県が管轄する地域で73人などとなっています。 一日あたりの新規感染者数は前の週の同じ曜日から920人減少しました90代以上の女性一人が死亡しています最新の病床使用率は12.9%で前日から0.1ポイント上がりました重症病床使用率は前日と変わりませんでした佐賀県では新たに51人の新型コロナ感染者が確認されています